前田です。アウンの松本です。いつもありがとうございます。週2回来る HE さん、元気ですか？今日も見てくださってありがとうございます。はい、ということですね、昨日お伝えしました、アンキモポン酢なんですけど、実はアンキモですね、ポン酢だけではなくて、あのステーキをですね、ちょっと甘辛くステーキにするとまた美味しいんですよ。今日ですね、あん肝ステーキの作り方を皆さんにお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは先ほど蒸したあん肝ですね、この冷めたものでございます。こちらをですねカットしていきます。あん肝ね、出来たて食べたのも美味しかったんですけどですね、もう冷たいあん肝ポン酢も美味しいんですけど、このステーキもですね、ぜひちょっとこんな感じで一口大に切っていきましょう。はい、4貫ぐらい食べようかな。ちょっと厚めに切っておきましょう。うわ、うまそう。3貫ぐらいでいいかな。はい、こんな感じでカットして銀ホイルを剥いていきます。で、このあん肝もですね、薄くですね、この塩になるので胡椒をですねかけていきますね。胡椒、あの塩は塩分はですねつけてるんで、もう入ってるんで胡椒だけ振っていきます。はい、あとはこの小麦粉で周りをですねこのように粉を振っていきます。はい、あとはですね焼いていきます。はい、でそれで熱しましたフライパンに油をですねたっぷりめに振っていきます。でこのポイントはですね、ちょっとたっぷりめの油で、あん肝をですね周りをカリッとさせるとかですね。はい、はい、このようにカリッと、あ、フォアグラみたいですね。はい、こんな状態で薬味をつけて、焼き目をつけていきます。表面カリッとがポイントです。でこのように表面がですねこんなにこんがり焼きましたら、これまた一つポイントなんですけど、火を止めてですね、このままあのタレを入れるとちょっとしょっぱくなっちゃうんで、こんなお水でもいいですし、なんか濡れたタオルでもいいです。この温度を一回冷ましていきます。はい、温度冷ますのがねやっぱポイントなんですよ。このままいくとですねちょっとしょっぱくなりすぎちゃうんで、はい、温度を冷まして余計な油をですね取り除いていきます。そうしましたら、あと弱火にします。中火ぐらいにしまして、当店の特製のタレですね、これあの豚丼なんかのタレなんですが、最後またレシピ載せますけど、簡単なもう万能タレでございますね。こちらをですね大さじ3杯ぐらいかな、4杯5杯、まあ、このぐらいで、よいしょ、たっぷりめで、あんまり煮詰めるとしょっぱくなってしまうので絡めるぐらいですね。よいしょ。これをさっきで冷まさないでいくと、これ一瞬で蒸発してしょっぱくなりすぎちゃうんだ。あ、いい感じに照りが乗ってきました。これであと盛り付けていきます。もうフォアグラ、フォアグラ。
白くなそう。いいですよ。よいしょ。はい。で盛り付けまして、あとタレですね。先ほどのタレをさっとかけていきます。あとこれもお好みでもいいと思うんですが、軽くですね、ちょっとピリッとさせるために一味を少々。一味ですね。一味を少々。はい。なんと言っても僕の大好物なニンニクですよ。ニンニクチップを散らしていきます。香りがいい。あと仕上げはですね、白髪ネギと万能ネギで、ネギがねこう合うんです、この辺りに。はい、こんな感じで出来上がりでございます。はい、ではあん肝ステーキの完成です。そうですね、このまああったかくてこの旨辛がもうたまんないです、これ。はい、では出来上がりました。こちらのあん肝のステーキ、あん肝ポン酢ならぬあん肝のステーキ、ちょっと皆さんに食べたことない方にとってはちょっと珍しいかもしれませんが、この美味しいですよ。それではいただきます。これニンニクチップもねまたいいんですよ、ネギと。はい、こんな感じでいただきたいと思います。うん、うまい。うん、口の中でふわって広がりましたよ、あん肝は。うん、やっぱりこれですよね。痛風の皆さん、お仕事中の皆さん、すいません、お先に失礼します。乾杯。うますぎる。あん肝もめちゃめちゃ幸せ。もう肝好きなんです僕。もうたまらないですよね。やっぱこれ周りのカリッとした、やっぱこうフライパンでカリッとした仕上げた感じとですね、あん肝のふわっとした食感とうまみ、もう絶妙ですので、これもしよかったら試してみてください。あの巻かなくても生のまんまでステーキにしても全然ありだと思いますので、はい、もしよかったら試してみてください。お店でも用意しておりますので、はい、ということでまた明日も美味しいものを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日もありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。素敵な一日を。あん肝も最高。ありがとうございます。